皆さん、お元気ですか？僕はゆいちゃんのペットのハムスターのハムジローです。今日もツイッターで募集した質問箱の質問と返信を紹介していくよ。それとゆいちゃん言っていたんだけど、基本的にはどんな質問も返信させていただくけど、プライベートの内容は恥ずかしいのでここでは取り上げられないかもって言ってた。質問箱では返答するって言っていたよ。質問してくださる方すみません。それでは紹介していきます。まずはこちら。人生で一番ハマったゲームは？牧場物語、ルーンファクトリーとかもかなりハマりました。まったりできるのが大好きです。続いてこちら。こだわるものって何かある？枕。私のマイスイートピローがないと寝れません。旅行とかできれば持っていきたい派です。最後はこちらです。お話ししてみたいです。そう言ってもらえるとすごく嬉しいです。私も視聴者様ともっと仲良くなりたいと思ってます。コメントいただければ 100% 返答させていただきます。どんどんコメントの方をお願いします。今回いただいた内容はこんな感じかな。ゆいちゃん、視聴者様といっぱい交流したいみたいだから、どしどし質問をお待ちしております。あ、長くなっちゃった。それでは本編へどうぞ。はい、それでは実況の方をやっていきます。今は13日の11時31分ですね。この女の人、なんかゾンビ呼んできちゃうんですよね。今回の目標は、次回のホードに向けて準備を整えていきたいんですよ。まあ武器もそうですし、罠もね、もっとね、作った方がいいと思うので、その辺をやっていこうかなと思います。一旦、エアドロップ品を取ってこようかな。本当に、この救援物資っていうのは、救援する気ないですよね。もっと近くに落としてくれればいいのにね。うわ、荒れ地の方。やだな、どこに落としてくれたな。荒れ地怖いんですよね。あ、荒れ地の町みたいな。あそこって行ったことあるかな？待って。この先。うわ、遠いな。行ったことはないな。うわ、荒れ地怖いな。なんかいいもの入っててね。せっかくこっちまで来たんだからさ。お願い、なんかいいの入ってて。あ、AK! すごいぞ。ブラッドムーンフォードに向けて。いいものを手に入れましたよ。あれ、これって何でしたっけ？あ、これって、あ、ここって私が最初に見つけたあれかな、トレーダーハウスでしたっけ？お、石尾のレベル5、これあげる。あ、ここじゃなかったね、私が見つけた。あ、こんにちは。あ、女の人だ。ラッキーゴールブル、すごい高い。私やっぱいいの拾ったんだな。あ、粘着剤とか、クラフトテープ、テープを作るのにこれがあるとできるんですよね。これ売りたいんだけど。あ、ダクトテープ、そうそう。なんかいらないもんとか、ここに持ってくればいいんだよ。で、欲しいもんこれで買えるから。うわ、ダクトテープいっぱい売ってる。あ、覚えとこう、ここね。ここ使わせてもらおう。いい収穫ですね、これはね。トレーダーハウスのそばに拠点を作るっていうのもありですね、きっとね。よし。じゃあ時間までこの町を探索しちゃおう。参ったか、ゾンビ。今までの私じゃないよ。チラ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 、こんだけチラチラしていけばね、ゾンビさんもね、見つけられますよ。チラチラ、お、かぼちゃの種、ついに私も農業をやる時が来たかな。
ゾンビさんがいない。どうした？私に恐れをなしたか？怪しい、ここ怪しい。いるんでしょ？いない。どうしたの？あ、なんだろう。ダイヤモンド道具、ダイヤモンド道具、先端がダイヤモンドの刃で改造パーツをクラフトできるだって。すごい。なんでいないの？ゾンビ、ゾンビ、いた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 。あ、間違えてしゃがんじゃった。ちょっとやばい。ちょっと間違えてしゃがんじゃった。危ない。あ、急に出てくると焦る。あ、危ない。やっぱり強いよゾンビ。やめて、危ない。いや、危ない。そうだ、鎮痛剤で健康値が上がる。あ、ほんとだ。これ視聴者様が教えてくださいました。ほんとありがたいですよ、教えていただけるの。さあゾンビさん、お目覚め。おお、すごい回転。おお、はまってるはまってる。いいね、有刺鉄線。だいぶやられてんじゃない？多少はダメージも入ってるのかな。今日は線量がよく取れますね。ああ、もうこんな時間か。帰んないとかな。ここだけ探索したら帰ろうかな。1時間もあれば帰れるよな、多分な。サクサクっと。え、そんなにいんの？やばい、攻撃ができない。危ない、危ない。これ後ろから来たら怖い。危ない。あ、のしのしおじさん2、のしのし2が来た。のっしーが、あー、のっしー怖い。危ない。ちらー、なにこれ。あれ、これ持ってた？スターバトン。あ、弾。21時になったら帰ろう。なんかいいの入ってないかな。やばい、これやばい。オッケー、ナイス判断。ナイス判断じゃない。どうしよう、こっち。いや、やばい、これやばいぞ。非常に良くないぞ。あ、死ぬ。包帯包帯、危ない。どうしよう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 。終わった終わった、これは終わった。あはは、死んだ。あああああ、どうしよう、もう無理。よし、朝になったから取りに行こう。宝座の日です。今日こそなんとか生き延びてみせます。落ち着いたぞ。え、そこどこなの？もっと簡単に行けると思ってたんですけどね。石斧作るか。まさかこの時期になって木を殴るとは思わなかったな。そうだ、あと拳銃も取ってこないとダメですよね。よし、とりあえずこれで元のとこ戻ってきたから、あとはゾンビよが。さっきいっぱいいたからな。もうガンガン撃ってく。もう、もう強いわ。やっぱり銃強いな。ゾンビここすごいいましたね。お、すごい。
あ、ここすごいいっぱいいろいろある。なんかいいのあって。何これ、バレル拡張。これはマグナムの 10% ダメージアップ。あ、すごいいろいろあるね。おー、すごいね。あ、すごい、これ6。粗末の矢の6。これ開けたいな。何が入ってんだろう。開けよう。頑張ろう、これは。よし。さて、ナックルパーツ、アイアンナックル、ゲットランチャー、銃を取ってこようかな。あれがないと始まらない。ちょっと一回この辺のものは全部置いて、こうすると走るスピードが速い気がする。結構遠いからメガクラッシュをね、飲んでこうかな。銃を取ってきました。もう17時。銃を使ってですね、ボードを乗り越えていこうと思います。そういえばこれ紹介するの忘れちゃいましたね。これを使って拠点の、素材を大量に集めることができました。作業台ですね。そういえばこれ前回紹介するの忘れていましたね。この土地主張ブロックがあると、これを回収できる。あ、本当だ、よかった。これね、なんかずっと気になって調べてみたんですよね。ちょっとね、もう少しスパイクトラップ作っとこう。あの、ホードの火ってゾンビおとなしいんだね。よし、これで OKOKOK。 408発もあるし、105発あればいけるだろう。準備をね、整えておかないと。ラッパ銃も持っとく、一応持ってた方がいいかな。この地雷も作っとこうかな。うわ、足元にゾンビいる、やめて。ちょっと今はやめて。わ、しかもあの子だ。ゾンビ来ちゃう。うわ、来てるかも。これ先にやっとこう。やばい、よしよしさん全然当たんない。おお、やめてやめて。待って、死んじゃう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 。ヘラルフォードの前に死んじゃう。死んだ、信じられない。ねえ、ちょっと本番前にやめて。もう時間ないんだから。そうだ、まだあそこ埋めてない、私。ねえ、なんで来たの？いる？いないね。やめてー。あ、そうだ、早く埋めなきゃ。もう来る、もう来る。大丈夫かな？ドキドキしてきたー。あと1時間だよー。大丈夫だよね。これを貼っとけば、事故が起きづらいと思う。あ、変なとこ行っちゃった。まあいいや。よし、これで行こう。うわー、始まるー。ドキ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 、やばいよー、ドキドキするよー。よし、じゃあ今回はここまでにします。次回はフェラルフォードを最初から流していこうと思います。それでは失礼しまーす。